続いてはわが町リンク41です。今月はうるま市を特集しています。スタジオには取材に当たったあがりえさんです。お願いします。よろしくお願いします。皆さん、うるま市には無料で珍しい動物を見られるスポットがあるのをご存知でしょうか、うん、その名もミニミニ動物園。子どもたちに大人気の動物園、なぜ無料で運営できるのか、その秘密に迫りました。愛くるしい動物の姿、たっぷりとご覧ください。今回訪れたのはうるま市の赤道地区。人口5200人余り、およそ2500世帯が暮らす市内でもかなり人口の多い住宅街です。この辺りに動物と触れ合える人気のスポットがあるということなんですけれども、ありました、ミニミニ動物園、見学無料と書いてあります。入り口には怪しげな動物やキャラクターが目を引きます。一体どんな動物園なのでしょうか。こんにちは、今日はよろしくお願いします。こんにちは社長のズケラン浅尾さんに中を案内してもらいました。ミニミニ動物園はなんと施設のほとんどがズケランさんの手作りなんです。あ、すごい、手作り、はい、ズケランさんの毛を毛づくろいしてるんですか。そう痛くないんですか。うん、カメさん大きいですね、うん、ここで生まれたの。上にオスはお腹がへこんでる。あ、へこんでますね。 ね、へこんでるでしょ。かわいいよ、もう手のひらにちょっと乗るぐらいのね。かわいいですね。名前はミニでも侮ることなかれ。ミニミニ動物園ではおよそ3000坪の敷地にダチョウに次ぐ世界で2番目に大きな鳥エミュー、小浜島から引き取ったというクジャクなどの鳥類をはじめ、ウサギやサル、カメなど40種類以上の動物を飼育しています。その多くは引っ越しなどさまざまな事情で飼えなくなった個人のペット。飼い主などから依頼を受け、寄付という形で引き取った動物なんだそうです、ね、命を預かるからには責任も重大ですけど、うん、でも喜びもひとしおですね、うん、まあ、重大ってあまりかしこまったら何にもできないんで、まず自分が楽しむという、それがあればなんとか調べたりいろんなことできるんじゃないかな。うん、ただただもう大変だ大変だって言ったら本当に大変なっちゃう楽しみと思えばね、うん、ズケランさんはもともとこの土地で養鶏場を営んでいましたが、子どもたちに動物と触れ合う機会を作りたいと自ら土地を整備し、2002年にミニミニ動物園をオープンしました。オープン当初からずっと入園は無料です。収入源がないんだから入場料を取るの嫌だし、うん、そしたらケーキでも作っちゃえて。無料の秘密は動物園に併設されている店舗にありました。卵屋では提携する養鶏場からの新鮮な卵とその卵を使ったスイーツを販売。店舗の売り上げによって動物園は運営されています。看板商品は大きさが自慢の卵をたっぷり使ったシュークリーム。動物園の帰りに立ち寄るほか、買い物のみで訪れる人も多く、連日大盛況です。入園料取ろうって思われたことはないんですか。うん、もしそう思うんであればもうやめちゃってるでしょうね、うん、何回でも来れるし、またそんなに負担にならないから気軽に来れるというその方がいいのかな。今では県内各地から子どもたちが訪れる地域の人気スポットとなっています。モルモットとウサギとサルと鳥、ね、動物もいっぱいで楽しいから。一番はまあ無料でいろいろ、ね、子どもたちの好きな動物が見れるっていうのがいいですね。今日は誰が行こうそうだね
シュークリームが目当てで、一応子どもたちも遊べるので、あ、最高ですね。お、早速寄ってきたんですけど、さらに今ミニミニ動物園ではある動物が注目されています。それはヤギです。今回私はヤギの世話をお手伝いさせてもらいました。ヤギの餌は近隣のスーパーからもらっているキャベツの外側の部分です。名前とかつけたりしてるんですか？ヤギはいつもベーベーなくて全部ベーこれもみんなベーなんですか？嫌、うん、だじゃなくてベーベーって言ったらみんな寄ってくる。ヤギの餌やりはタイミングが合えば子どもたちでも体験することができます。現在71歳のズケランさん、これからも動物のエリアを広げながらできる範囲で世話をしていきたいと話します。好きな言葉はなんとなく、結局自分も無理しないで、でお客さんもそんなに期待をしないかもしれないけど、あったら癒しになるし、なかったらちょっと困るなっていう、そういう場所でもいいんじゃないかな。うるま市のミニミニ動物園を訪ねると、そこにはたくさんの動物と子どもたちへの愛があふれていました。はい、ズケランさんの愛にあふれた動物園でした。うん、スタジオには園内にあります卵屋の爆弾臭ご用意しました。ぜひ食べてみてください。名前爆弾臭っていうのこれ、私ね大好きなんですよ。こんなに大きくて顔ぐらいあるよね。140円、ね、驚きですよ ね。あの動物たちと触れ合った後に食べるのがたまらないんですけどもそうなんだ、いただきます。はい、どんな感じかな。いや本当に大きいですね、はい、大きいですよね、うん、すごいクリームがこんなにたっぷりかぶりつきますね。うん、行きましたね結構すごい幸せこれを目当てに来るというのも分かりますよね。分かるよね。なんかこれ以外にも結構シフォンケーキだったりいろんな、ね、卵を使ったスイーツたっぷりだよ ね。スイーツありますから、お店の部分もすごく広いので、うん、そこを回るのもすごい楽しかったです ね。はい、あとあの我々この RBC 何度か施設取材してると思うんですけど、過去の映像の記憶があったんでなんかバージョンアップしてるのかなと思ってね施設結構綺麗に、ね、整備されてて、うん、コロナの影響でこう人がいらっしゃらない時とかに、うん、あのズケランさん自分であの飾り付けを増やしたりしたとおっしゃってました。ズケランさんの心意気がね温かいですね、出てますよね。ね、こうした卵やスイーツの売り上げを動物園の上に循環させることが入園無料の秘密ということでした。はい、ミニミニ動物園はお正月休み以外毎日オープンしているそうです。すごい。今回は特別に間近で撮影させてもらいましたが、怪我のないように訪れた際には園内の標準に従って見学してください。はい、以上我が町リンク41でした。